カルロス・メサヒスベルトはボリビア第78代大統領政治家アメリカ合衆国のワシントン DC に拠点を置くシンクタンク IAD のメンバーとなっている2003年10月17日に中道右派政党民族革命運動党の支援を受けて大統領に着任それ以前は前大統領であるゴンサロ・サンチェス・デロ・サダの下で 副大統領を務めていたが、ボリビアガス紛争と呼ばれる激しい紛争により、サンチェス・デ・ロサダが辞任及び亡命したことにより、着任した。同紛争の再燃により2005年6月6日に辞任。副大統領職は2002年8月6日から務め、国会の議長も務めていた。政治の世界に入る前は、歴史学者であり、ラジオテレビ、 新聞のジャーナリストとして活躍していた、ボリビア歴史学会の会員でもある。政治分野の経験の少なさにもかかわらず、サンチェスでロサダ政権下でメサは、急激に頭角を表した。2003年9月には、国連総会に招かれ、そこで次の演説を行っている。ガスの問題が深刻化するにつれ、抗議行動に対する政府の横暴な地圧のやり方に、 メサは疑問を感じるようになっていった。サンチェスでロサダが辞任する数日前には、メサはサンチェスの援護を諦め、私はもう私たちが進んできた道を支え続けることはできないと述べるに至った。これはメサがサンチェスの公認の大統領になる道を開くという狙いがあったためであろう。かくしてメサは国の最高権力への切符を手にした。 2004年1月13日、メサはアメリカ合衆国大統領、ジョージ・ブッシュとメキシコで会談している。ボリビアの次の大統領選挙は2007年に予定されていたが、メサは彼の着任が暫定的なものであり、サンチェス・デ・ロサダ政権の人気一杯まで務めるつもりはないことを想像に表明した。しかし、結果としては彼は任期を全うする決意を固めた。 メサはガス問題に関する国民投票を行うことも約束したが投票の項目に難解な言葉を使って国民を迷わせる結果となってしまった。2004年3月にメサはボリビア政府が国内各所や在外ボリビア大使館で集会を開き1884年に太平洋戦争で失った海に抜ける領土を返還するように地理に働きかけると表明した。 地理はこれを拒否しているが、メサはこれを政策の中心に据えている。国内の暴動を受け、メサは議会に大使自身の辞任を申し入れたが、議会は翌日満場一致でこれを否決した。2005年6月6日、再度辞任を申し出、今度は受理されたため大統領職を辞した。辞任に至る経過については、第二次ボリビアガス紛争を参照。 2019年に行われた大統領選挙に出馬するが、一時中断された開票作業の再開後に、現職のエボモラレスの得票が伸びるなど、開票作業に不審な点が認められるなどした結果、得票率36.51%で敗退した。カルロスメサ支持者が開票結果に不服として投票所に放火するなどして暴徒化した。 モラレスの亡命を受け執行された2020年10月18日の大統領選挙に出馬したが出口調査の時点で野党のルイズ・アルセ元経済財務大臣が優勢となり最終結果が出ていない時点で勝利を宣言。カルロス・メサは敗北を認めた。ありがとうございます。